皆さんこんにちは、海外転売講師の黒沢敦です。それなりに真面目なシリーズ続きとなります。今回は変わるっていうことについて話をしていきたいと思います。変わるっていうのは、変える、人生を変えたいっていう意味での変わる、変えたいってことなんですけれども、これってすごくちまちました話なんですけれども、理論的に考えていくと面白いことというか興味深い点に気づくんですよね。それは変わりたいって思ってる人は変わってないから変わりたいって思うってことなんですよ。何言ってんだって思われるかもしれないんですけど、人は変わりたいってことは、前頭前野の部分関数的順列を我々は自我というわけなんですが、その自我、自分らしさ、自分の生き方ですね、その今までの今日この瞬間までの生き方に納得できていないから自分を変えたいと思うわけですね。だから新しいことを始めるんだけれども、新しいことを始める、例えば私が、体がブヨブヨだったとして、ジムに行ってマッチョになりたいって思ってジムに行ったとする、そのジムに入会するっていう行動までは絶対的に正しいんですよ。変わるために自分が今まで体験していない場所に行くことをやる、やり始めるっていうのは正しいと思うんですが、それまで蓄積されている変わっていない自分がずっと継続してきたマインド、根本概論みたいなものも一緒にお引越ししちゃうわけですよね。絶対的に自分のマインドも心も体も一個ですから、その一個の自分が環境だけ新しい場所に行ったとしても、抜本的にマインドっていうのが改善されない限り、その人は変わらないっていうふうに思うんです。例えばですけれども、物販に関してもそうで、例えば今まで、ずっとこういう生活をしてきた、こういう仕事をしてきた、それに納得できない、自分の生き方に納得できないから物販始める、海外転売始めるって方は、その始めるっていう行動自体は私はすごく肯定するんです。素晴らしいと。変わりたい変わりたいって思ってても行動しない人がもう大半の中で行動した、それはもう一歩抜きに出てるのは確かなんですよ。抜きに出てるのは確かなんです。ただその新しい世界の中で今までの考え方を引きずっちゃってる人がこれまた多い。でも当然なんですけれどもね、新しいジムに入ったって今までのダラダラした生活習慣っていうのが一瞬で変わるわけじゃないから、結局ジムに行ってトレーニングをするだとか、海外転売物販をやる、商品リサーチをするって、その時間ってすごく1日の24時間の長い時間の中の一部なわけですよね。で、じゃあそれ以外の時に何をしてるのかとか、それ以外の時に何を考えてるのかっていうのが実は重要になってくるわけなんです。だから結果的に自分が例えば今まで事業で失敗しただとか、サラリーマンずっとやっていてこのままだと自分の人生っていうのがお先真っ暗だとか、今の仕事場だと人間関係が良くないから自分一人で稼げる力を身につけたいだとか、そういった言い方悪いですけど、ビジレイクっていうのはぶっちゃけた話どうでもよくって、目標ではあるんですよ。目標としては大切なんですが、そのビジレイクって言葉じゃないですか。で、言葉は言霊があるって考えてる方いるんですが、これって違いますからね。言霊があるって考えてる人が全身全霊を込めて全責任を自分自身で背負うつもりで発した言葉には言霊があるだけで、全ての言葉には言霊があるわけじゃないんですよ。だってあいつムカつくから殺してやるって言った人が本当に言霊あったら本当に殺さなきゃいけない社会になっちゃうじゃないですか。そうじゃないんですよ。情動的になったりしてうわーって口走ったりとか、高揚感とか、一時的になんかいい映画見ただとか、そういったことで人っていうのは常に感情的になるわけです。で、その感情にかまけて言った発言に関してどれだけの信憑性があるのか、その言葉にどれだけの言霊が内在しているのかっていうと、それは全く別問題になってくるわけです。そこを誤解している人が多くって、 Facebook でも私よく言うんですけれども、ドヤ顔で俺的ビジネス論みたいなことを吐く人がいますよね。発信するのが大事だっていうふうに言って、自分が読んだばっかりでよく反芻も咀嚼もしてないような自己啓発系の本の言葉をそのままつらつら書いて、で自行為にふけってる人間いるじゃないですか。自己満足に陥ってる人間いるじゃないですか。
なんでそういう人間が自己満足に陥るのか、なんでドヤ顔で金持ちアピールした Facebook 投稿っていうのをずっと続けていて、毎回出していても何のコメントも来てないと。まあ、友達のよしみでいいねぐらいは押してもらってるかもしれないですけど、そんな誰も見てないわけですよね。もしくは、今日何食べました、今日何食べましたって投稿してる人、それどうでもいいじゃないですか。はっきり言って、情報の中では最も無意味な情報なんですよね、他者にとっては。で、なんでそういう情報を本人は発信し続けるのかっていう、その心理的なものっていうのを分析していくと、それは自分自身が自己陶酔しているからに他ならないですし、場合によっては自己暗示しているからに他ならないんですけれども、根源的にそういった投稿を見て信じちゃう人が一定パーセンテージいるからだとも思うんです。要するに、凄そうなことを言ってるこの人はすごいっていう風に思い込んじゃう。金持ちっぽい投稿してる人は金持ちだっていう風に思い込んじゃう一定パーセンテージの、まあ、これが俗に情報弱者みたいな人がいるからだと思うんですよね。で、なぜその情報弱者が存在しているのかっていうと、これ結局言霊の間違った捉え方をしている。これだけはっきりものを言えるこの人の言葉っていうのはすごい。って思っちゃうと思うんですが、その言葉を発しているからその人がすごいわけではなくって、その言葉を自分で反芻咀嚼して自分の言葉で発していたらすごいですけれども、例えば感情的に情動にかまけてあいつ殺してやるっていう人が本当に殺すわけではないように、人とはこうあるべきだって言ってる人が本当にそういう人慣れてるかどうかっていうのは全く別問題ですし、本当に人とはこうあるべきだどやっていうその言葉を実践している人はもともとそういうことあんま言わない人だと思うんですよね。要するにこれはかっこいい人っていうのはかっこつけてない、かっこつけてる人はかっこ悪いっていうこの考え方と似てると思うんですよ。俺かっこいいだろうっていう感じの人ってめちゃめちゃかっこ悪いじゃないですか。でもユニクロの T シャツスッて着てスッて歩いている女性とか見ると、うわこの人むっちゃかっこええやんけって思いますよね。この差なんですよ。ちょっと話が横道にそれかけたんで元に戻すと、我々っていうのは自分たちが変わりたい、こうなりたいんですわって言ってるんだけれども、実際にその先で、例えば物販だったら物販始めたその先で、自分自身が日々どういう考え方をしてるのかっていうと、往々にしてその人が今まで持ってきた考え方なんです。一言で言うと頑固さですよね。自分ルールとか頑固さ。で、抜本的に変えてくっていうのは、口から血吐くような話。をクリアしないといけないんですよ、本来は。だから今までの生活っていうのがそのまま継続していて、今までの考え方を継続していて、自分は変わりたいって言っても、それは変わってない人が、変わりたいんだけれども変われてない人と同じ。要するに、でも自分は物販やってるだとか、でも自分は商品リサーチしてるだとか、そこのポイントじゃないんですよ。その商品リサーチしてる時のマインド、誰かから意見を聞いた時のマインド、その意見をどれだけ享受するかの範囲、今までなんか言われても、いや自分のこういうやり方があるっていう風に突き進んでいって失敗した人なら、全部そこ骨抜きにして抜本的に解決していかないと、その人は結局何を、どこで何を言われようが、自分の今までの生き方を死守する生き方になるだけなので変わらないですよっていう風に私は考えているし、これは自分自身に対する警鐘を鳴らす意味でも、自戒自制する意味でも、常々反芻咀嚼してる考え方なんですよね。だって今までの生き方っていうのは今までの考え方ですよ。考え方が生き方になってるわけですから。ですから、考え方を変えないと自分の生き方なんてどこで何をしようが変わるわけはない。っていう部分に気づいた人から変われるんだと思うんですよね。で、自分は講師15年間やってきて、もう中学2年生の女の子でもめちゃめちゃ頑固な子とかいるわけですね。で、大人でもいる。じゃあ中学生と大人両方とも頑固度は同じぐらいなんですよ、結局。例えば三平方の定理、数学の三平方の定理を教えてて、いや、この解法、この解き方よりもこっちの解き方の方がいいよって何度言っても、いや、でも自分はこのやり方でっていうのを死守する、学校では優等生だった女の子とかいたわけですよ。その子はもう自分のルールがあるから、その自分のルールを死守して、いくら教えても、
試そうとしなかったっていうことに起因してるんですが、頑固さは別に子供だからね、まだ柔軟な柔軟な状況になってるとかね、大人だからカチンコチンだってわけじゃなくて、子供だろうが大人だろうがカチンコチンの人はカチンコチンなんですよね。で、当然ながらまだまだ未熟な分、いろいろね、情動的になりすぎたりとかする方が、ことが子供の方が多いとは思うんですけれども、でもなんか根本的になんか絶対そこは崩さないみたいなラインっていうのが決まっている人っていうのは、年の差に関係なく頑固は頑固なんです。ただし大人になってくると大人だっていう感覚に陶酔し始めるので、子供ほど自分に対して疑いを持つっていうことがしなくなるんですね。疑いを持つっていうのは、常識っていうのが周り張り付いたミノムシみたいなもので、そこを抜本的に崩していかないと変わらないとことに関しても変えないってことです。少し前で年収300万の人と1000万の人の違い、その人たちの世界観について話をしました。年収300万円の世界の人は年収300万円の中の正解と不正解があって、年収1000万の人は年収1000万の中の正解と不正解がある。年収1000万の人がリスキーだと思うことは、年収300万の人はこれが正しいって思うし、年収300万円の人がリスキーだと思う人は年収1000万の人にとってはチャンスだったりするわけですよね。で、これは一つ一つ自分たちの世界の中で正しい間違ってるがあって、絶対的にこれは正しいんだ正しくないんだっていうのはないんです。これはアメリカだと銃を持ったら正しいじゃないですか。少なくとも違法じゃない。日本だと銃を持ったら違法だとかね。あとは日本だとお財布を落としても拾ってもらうくれる人が多いのが普通だけれども、日本以外の国だとそんなことはまずありえないだとかね。そういった常識レベルなこと、それはどちらかというとルールってとか慣習的なものですけども、例えば法律だとか、それ以前のマインド面でも、その人その人の中で宇宙みたいなものが存在して、その宇宙っていうのをもう一回ビッグバンさせましょうっていうのが本来の人生を変えるっていうことなんですよね。しかしながら多くの人っていうのが今までのやり方を続けていて、例えば今まであれで失敗した、これで失敗した、なんで失敗するんだ、自分は変わりたいって進んでるんだけれども、結局のところあれで失敗した、これで失敗したの根本原因が、その自分のマインドにあるっていうことに気づかないので、何をやっても今後も失敗し続けるでしょうっていう嫌な天気予報が出るわけなんですよ。で、私はコンサルティングを行っている以上、生徒っていうのを持つっていうことを一つの私の職務にしてるわけですね。仕事にしてるわけなんですが、普通の大学の先生とか小学校の先生と違って、私って生徒を選ぶんですよね。で、生徒を選ぶ基準っていうのは、一言で言えばその人が変われるポイントがあるのか、変われる余地があるのかっていうのを判断するんです。だから結局のところあまりにも年取ってる人で変われる人って特に男性だと少ないんじゃないかなって個人的には思っていて、これ私だけではなくて私の物販の師もおっしゃってて、そもそも私の物販の師が初めおっしゃってたんですが、やっぱり年齢50、60になるときついんじゃないかなっていう話をしてたんですね。これまさにルータイス氏と友部知秀俊の会話にちょっと似てるところがあるんですけれどもね。一ビルとルータイス氏っていうのは、そもそも社会人に入ってまあ5年ぐらい経ってしまうと、人っていうのは変われる可能性がほとんどなくなるっていう風に言った人なんですよ。それを友部知さんが止めて、いやいやでも大人になっても変わりたい人もいるから、このルータイスのアファーメーションっていう考え方をもっと広めましょうよって言って、日本のディベロッパーとして友部知秀俊がアファーメーションの考え方を広めたんですが、本来アファーメーションっていうのは社会人になってから5年間以上過ぎた人向けのプログラムでは作ってなかったんですよね。それはもちろん形成し直して出してるので、今のアファーメーションっていうのは老若男女問わず行えるんですが、私はどちらかというとルータイス氏の考え方に近くって、社会に洗脳されて5年、6年、10年、20年経ってると、実は自分が変わりたいと思って変えようと思っている部分よりも、はるかな深部、はるかに深部、もっと深いところで、から本当は変えていかなきゃいけない。その深部に対して自分で目もくれない。っていう状況が往々にして起こるわけなんですよね。要するに口を一文字に、んって言って何か言われたら、んって言って、聞かなくなる。
意固地になるというか頑固になるというか、その頑固になる部分がある限り人っていうのは変われないんじゃないかなって思うんです。ですから私自身は生徒を選ばせていただくときに、その変化できる余地があるかないかっていうのを考えてるんですよね。で、変化できる余地があるかないかって、本当にだから肩書きだとかどれだけどんな仕事についてたとか全然関係なくって、むしろ今までずっとフリーターしてましたみたいな人が変われる余地の方がめちゃめちゃ伸びしろあったりするんですよ。それはいろんなものを吸収して自分自身が不定型であるから。で、少し前に生徒さんから、芯がないんですけどどうすればいいですか、私は自分の軸が欲しい、芯が欲しいって言われたんですが、私その人めちゃめちゃ素晴らしいと思うんですよ。自分の軸がない、芯がないっていうのは、フラットな状態から自分をこれから形作れる状況ってことですよね。で、その方今住み込みの仕事をしながら一生懸命物販続けてる方なんですけれども、軸がない、芯がないってむちゃくちゃすごいことなんだよって。普通は変な軸とか変な芯ができちゃって、その棒を抜こうとすると、抜くなーって言って、全身全霊を込めて抵抗するから、そこを抜かないと変わらない部分が変わらなくなっちゃうんです。でも、その自分は軸がない、芯がないって言ってる人はいいんだよと、そっから自分で自由な形をこれからいくらでも想像できるポテンシャルを持っているわけだから、素晴らしいことなんだよっていうふうに思ってるんですよね。少し前で自分の軸とは芯とはっていう話をした時に、ここまでは言及してなかったんです。私が前回、軸とは芯とはっていう話の中で申し上げたのは、私自身も軸なんて芯なんてそんなできてなかったよと。30超えて振り返ってみたら、あれ自分講師10年以上やってんな、これ軸なんだなって気づいただけで、後から十何年それを講師をやってきてようやくそれに気づいただけで、まあ要するに勝手にできてたものは軸だって言ってるだけで、勝手にできてたものを、あ、これ天職なんだなっていうふうに気づいただけで、さあ軸を作りましょう、芯を作りましょうっていうわけではないっていう話をさせていただいたんですが、今回プラスアルファさらに深くお伝えさせていただくと、軸がない、芯がない自分の人生の楽しみとは何なのか、どういう生き方をすればいいのか、まだつかめない、すごいことじゃないですか。これからすべて一から形作れるわけですよね。で、その時に変な洗脳を受けてしまってね、例えば教祖みたいな人に、私が A ということは A だと、白というものは白だし、私が黒というものはたとえ白でも黒と言えと、そういう人に例えばコンサルティングないし何かしらの教授を受けてしまうとひどいことになるんですけれども、そうじゃなくて、例えば手前味噌ですけど、私みたいに A さんは、あ、なるほど、 A さんにとってはスノボが一番なんだね、 B さんにとってはサーフィンが一番なんだね、 C さんにとってはテニス、 D さんにとっては読書、それぞれいいじゃないですかと、そこを活かして物販しましょうっていう、その人その人の自分らしさっていうのを強化していく意味で物販を行うっていう姿勢、まあビジネスでも何でもいいんですけどね、学業でも、とにかくその人その人の感性とか感覚とか、その人自身の方向性がないと言ってもゼロなわけではないですからね。ずーっと突っ立ってる川の杭じゃないんですから、意思はあるわけですから、なんかこれ興味あるな、やってみようかなっていう、その実際実行はしてなくても、やっぱりそれは人によって全然違うわけですしね。容姿にしろ、性格にしろ、ご両親にしろ、ご家族にしろ、兄弟の有無にしろ、今までどこ行った、どこに住んでる、どこで生まれた、そういった今までの事情っていうのは全員違ってるわけですから、芯がないとはいえその人が存在してないわけではもちろんないわけですから、その人が今まで生きてきた中で興味があるものっていうのをさらに研ぎ澄ませていく、今まで生きてきた中で培っていなかったものであれば、これから形作っていくっていうことが、軸がない人、芯がない人っていうのは非常にしやすい。一方、今までこういうふうに働いてきただとか、そういった変だって言ったら良くないんですけど、少なくともその人にとってはそれまで培ってきたその人の生き方が変だから変わりたいと思ったんですよね。ぶっちゃけた言い方すれば、変だから変わりたいと思ったのに、その変な芯に関しては抜き取ろうとしない人っていうのが非常に多いんじゃないかっていうふうに思っていて、そういう人とか、あとは自分のことを形作ろうとはせずに、ひたすらなんか人に依存している人っていうのは私は一切受け付けないんですね。じゃあなんでコンサルティングやるのかってよく言われるんですよ。コンサルティングわかんないじゃないかと。
わかんないなりに進める範囲っていうのをある程度広めておく必要はあると思うんです。要するにわかんないから全部聞くって言うんだったら私のロボット作りじゃないですか。で、そんなつまんない仕事ないんですよ。自分の言われた通りのことしか言われた順序にしかやらないのであれば、私が自分でやった方が早いし効率的だし、もっと何倍も売り上げも出せるし、お客さんにとっても私が出した方が絶対にプラスになるから、私が言われた通り機械みたいにやられたって結局愛がないとやってけないですからね。だから私はよく言うんですよ。私と全く同じ商品を出したとしても私の方が売り上げ3倍にできると。全く同じ商品を、それこそまあ、本当に真横に並べてね、二人で出したとしても私の方が絶対売り上げっていうのは高くできる。なぜならば私は愛が人とに溢れてるから。商品に対する愛、物販に対する愛、顧客に対する愛、顧客のペルソナ、顧客どんな人がその商品を買うかをイメージするだけじゃなくって、その人がどういう経緯でその商品を手にし、その商品を手にしたことでどういう人生の変化が訪れるかまで考えて商品を出しているので、それがじゃあ文言にどれだけ現れてるか、それは計測できない範囲なのかもしれないですけれども、売上として確実に違いが出てくるっていうのは申し上げてるんですよ。愛、愛なんですよ。この愛がなくてなんか売上が上がんないとか、セッション数が上がんないからどうすればいいですかっていうとこ止まりの人っていうのは、そういった機械的事務的なことをいくらやっても愛を注入できない限り無理だぞと。だから人を愛したことがない人っていうのは物販には向いてないんじゃないかって思うし、自分が愛されたい愛されたいとしか思っていなくって、これって要するに依存なんですよ。自分の愛を届けたいっていうのか、自分がとにかく愛されたいのかってこと。だから私は HSP の、私自身も HSP っていう、まあセンシティブな個性を持ってるんですけれども、その HSP の人からも時々メッセージが来るんですよね。で、2パターンは分かれてるんですね。で、HSP だから私は黒沢さんと似てるっていう風に連絡をくださる方って時々いらっしゃるんですが、それでも HSP だから黒沢さんに似てる、で、私はこういう風になりたい、私はこういう人間だみたいなのを書いてくださるわけなんですが、ポジティブな人とネガティブな人に分かれるんですよ。要するに全く同じ特性を持っていても、これ精神疾患じゃないですからね。 HSP というのは個性ですから、この一つの HSP という特性に対してそれを享受して、それを前向きに使おうとしてるのか、 HSP だから自分はダメだとかね、そういったなんかネガティブな方向に使おうとしてるのか、これによって全然変わってくる。だから自分が今いる場所に関しても、今後進んでいく部分に関しても、やっぱりこういう人は成功しないんじゃないかなっていうのを事前にこれから箇条書きで上げさせていただきたいと思います。今少し話しましたけれども、まずはですね、単純な話、めちゃくちゃ依存的な人、何でも聞かないとビクビクして進めない人っていうのは、もうずーっと私が引いた分の絨毯しか進めないので、頂上に行ってじゃああとは頑張ってくださいって言った瞬間、泣き出すか滑落するかのどっちかなんですよね。で、最後は絶対的に逆切れです。自分を守りたいから。だからそういう人は初めから受け付けないんです。これは過去の15年間の自分の生徒を持ってきた蓄積、統計学的な自分の蓄積データの中から算出した答えですから、そういう人っていうのは私は受け付ける気はないんですよね。あとは人のことが思いやれない人や、デリカシーがない人、基本的な挨拶、礼節、そういったものが整ってない人っていうのは無理です。それは単純に文字に現れてくるから、画像にも文字にも現れてくるから。私が商品ページをチェックすると、そのページに愛があるかないかっていうのは一目瞭然なんですよ。画像を一つ撮ってもね、とはいえ、はじめアリババの画像、タオバオの画像を拝借して自分の商品ページに使うっていうやり方をするわけなんですけど、それでももうちょっとこういう風にしたらいいんじゃないか、こういう風にやったらいいんじゃないかっていうのを前向きにお客さんの目線で進めてるのか、とにかく画像増やしゃいいんだから、とにかく画像7枚貼っとけとかね、そういう感覚で進めてるかっていうのは、それは見りゃ一瞬でわかりますよ。だって私は学習塾の主任講師してた頃に人事もやってたわけなんですが、その時に生徒
あの先生になりたいという学生のね、学生講師の面接っていうのは挨拶して着席するまでの間で合否は決めてました。一瞬なんです。それと同じように商品ページだって見りゃわかるんですよ。その人のポテンシャルとか、その人の姿勢っていうのはね。そこをなんか絶対的な法則だとか、何かしらの黄金律みたいなものばっかり探して、で、自分の世界の中だけで頑固に進んでいる。そういう人っていうのはやっぱり実績は出せないし、そういう人を私は講師として Amazon 市場に放っちゃいけないって思ってるんです。だって私のお客さんでもあるわけじゃないですか、Amazon のお客さんって。それが自分のことばっかしか考えないようなセラーから商品を買うのは避けたいんです。もうだってお客さんの方が大切ですから。私のお客さんですから、Amazon のお客さんって。Amazon の顧客って。私の親族だってアマゾンで商品買ってますから、間接的に親族被害者にするなんて嫌じゃないですか。だからそういうセラーは私は排出したくないから断ってるんですよ。あとさらに言うと、私は生徒さんと交流する機会っていうのをよく設けてるんですが、その交流する機会に自分のことしか考えない人、依存的な人、情報を盗むような人、そういう人入れちゃうと輪が崩れますよね。普通情報共有しながら刺激もらいながら何でもかんでも腹割って話せるような人たちだからみんなで切磋琢磨して生きていくことができるのに、向上していくことができるのに、人の商品に住むようなやつが一人でも入ってしまうと、私は他の生徒さんにも申し訳ないってこと。今度は他の生徒さんが私にとっては大切なわけなので、その他の生徒さんを守るっていうのも私の一つの責務だって考えてます。今までの生徒で一人、私含め他の生徒の商品とかも盗んで出してた人っているんですよ。パクって丸パクリしてまんま出してた人いるんですよ。縁切りました。当然ながら最近連絡一回来ましたけど、もう返信はしないですよね。バレてますから、そういうことやったら。言わないけど本人には。やっぱり自分は講師やって、毎回毎回いろんな生徒のページをいつも見てるわけですから、生徒が作ったページだっていうのはわかりますよ。で、そういったページを、まあ私のページないしね、他の生徒のページをパクってた人っていうのは、これはもう一生一言も話さないですよね。だからそういう人ほんと混ぜちゃいけないんですよ。害悪だから。っていう感覚を持ってるので、そういった依存的な人は良くない。これ依存的っていうのは、要するに自分を愛せていないんだろうなって思うんですよね。自分を愛せていないから周りの人に自分を愛してくれって言うばかりで、自分は周りの人に何も提供しないと。くれ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 と。自分が他の人からテイクすることしか考えず、自分はギブすることを考えてないとか、結局やっぱ愛の問題だと思うんですよね。あとは、自分が持っている、まあ、個人的な特性ですよね。場合によっては疾患って言われるものもあるかもしれないんですけれども、そういったものも含めて、なんかそれを悲劇のヒロイン、ヒーローぶって、なんか、だから私はダメなんで助けてくださいとか、そういうことを言ってる人っていうのは、やっぱり、ちょっと違いますよね。例えば、いろんな言葉、キラーワードっていうのが私の中であって、あ、こういう言葉を使う生徒さんっていうのは実績が出にくいなっていうのは統計的に取ってるんですけども、そういったキラーワードを連呼する人っていうのは、これは難しいですね、指導は。サポート期間の中なので、全身、全霊を持ってサポート尽力させていただくのは確かなんですが、そういったキラーワードを使う方をどう使わないようにマインド面から持っていくのか、要するにネガティブなんですよ。否定的だったり、ネガティブだったり、依存的だったり、肯定していたり。しかしながらですね、肯定はいけないとか、依存はいけないって言うんですが、我々って結局何かしらに中毒になってるわけですよね。例えば私は何中毒かというと、プロテイン中毒なんですよ。タンパク質っていうのは、5時間から6時間。まあ、だいたい3、4時間に1回ぐらいは摂取しないとそれが筋肉にならないから、タンパク質を取り続けることをし続けてるんですね。で、これは他のどんな中毒と同じかっていうと、スナック中毒と全く同じなんですよ。
スナック食いたいから食い続けてる人いますよね。甘いもの好きだから食い続けてる人、ラーメンばっか食ってる人いますよね。ブクブク太ってる人と、私みたいに体鍛えてる人って同じなんですよ、考え方って。何に中毒になるかっていう差なんです。だから依存することに中毒になったり、わからない状態に中毒になってる人もいますから、わからないことをわかろうとすることに中毒になりゃいい話で、結局我々っていうのは何かしらに中毒になってないといけないと思うんです。で、そのただ中毒っていう言葉はね、字面的には非常に悪いけれども、いいことに中毒になればいいと思うんですよ。で、そのいいことに中毒になるっていうのが結局のところうまくできていないから、今日この瞬間までの自分に納得できていない部分があるのであれば、中毒症状を別の中毒に置き換えるっていうのは、要するに一度毒抜きをする必要があるわけなので、例えば覚醒剤20年やってる人がいきなり覚醒剤振ってやめるのがどんだけ大変かっていうのと同じように、結局のところ今までの人生でずっとそれを続けてきたのが長ければ長いほど、リハビリとか毒抜きとかね、禁断症状も出ますし、そこから自分を抜本的に変えていくっていうのは非常に難しいことである。でもそれを変えたいっていうふうに言ったんなら、その言葉に言霊を持たせたいのであれば、血の滲むような努力はしてくださいと。まだあなたは死んでない。だったらもっと、まあ、もう血まみれになったって進んでいきゃいいっていうふうに個人的には思ってて、なんで自分の裾が汚れるのは嫌なのに、大雨の中目的地まで行こうとしてるのかがわからないんですよね。私は裾の汚れ気にしてたら、大雨の中目的地には行けないわけじゃないですか。まあ傘さしてゆっくりゆっくりね、牛歩戦術みたいに歩いていって、でも私はゴールに向かいたいんだって、それは寿命があるから無理なんですよ。それに我々の時間軸っていうのは、その人その人によって全然違います。私の5年後と、うちの、もう95歳になりましたけど、うちの祖母の5年後ってやっぱ全然違うわけですよね。この5年間も全然違うわけですよ。私は5年後40になりますけど、祖母は5年後100なんですよ。35の人が40まで生きてる確率と、95の人が100まで生きてる確率って、まあ、残酷な話ですけど、格段に違うわけですよね。ってことは、我々は我々の時間軸を持ってると同時に、周りの我々が幸せにしたいと思ってる人の時間軸も背負っていることを考えると、我々が自分たちの勝手なペースで進んでいったら、すべて親孝行したい時には親なしと。私も今年親父亡くしちゃいましたけれども、本当にそれはこういうふうに自分が言っている自分ですらね、結局のところ、親父とあそこ行きたかった、親父にこういう言葉かけてあげたかった、親父に、まあ、小遣いの一つでももっとやればよかったと思ったって叶えられなかったから、やっぱりそこで一回ガツン来ましたよね。だから繰り返しになりますが、今回の話っていうのは、決して周りの人を卑下してるとか非難してるとかじゃなくて、私も自分自身にこんなこと言ってても、いつでも言ってた私自身が達成できなかったこと、もう亡くなった人間は戻ってこないですから、会いたいですけどね。もう今だって毎晩親父に会いたがってますよ。もう亡くなって2ヶ月ちょっと経ちますけどね。でもそれは無理なことだからっていうことを経験した自分が、改めてちょっと前の自分に、おい黒沢というつもりで話しかける面も含めて、変わろう変わろうと思ってたのに全然変わってなくて、自分の頑固な部分っていうのは死守して、それでも変わりたいやらなんやらね、嘘吹いていた頃の自分もいたわけなので、そういう自分に対しても話すつもりで今回の話をさせていただきました。変わるならば抜本的に変えていかなきゃいけない。自分は一生懸命やってるんですって、それは表層ですよ。まだみんなが一生懸命、これでも一生懸命やってるんですよって、それは表層だって、本当にやってる人は一生懸命やってるんですよなんて言わないですよ。もう歯食いしばって、もう手から血にじんでね。もうそれこそ、世界大戦の前線を駆け巡ってるような感覚で、もっともっと進んでるはずなんですよね。それを今までの、柔らかい場所というかね、今までの居心地のいい場所、からその筒からね、居心地のいい筒から
時々出たり入ったりして自分は変わりたいんですよつっても筒基準じゃないですか。その筒の中にねからちょっと顔出したり引っ込めたりを繰り返しながらうつぼのような生き方をしてたって意味がないわけですから、岩の間から顔出して戻って顔出して戻ったりしたってその人は岩の中に生きてる人間に変わりはないわけなんで、もううつぼが大海にバーッと出てくような感覚でね進んでいく必要があるわけです。でそれっていうのは抜本的に変えていくことが必要なので、自分は変えていこうと思ってるって言ってても何でもかんでも人に聞いちゃう人でも分かんないから聞くんですよ。いやいや違いますよ、分かんないなりに進める範囲自体を増やしていかないとその人は一生自分の二本足で立てない、ずーっと生まれたての小鹿です、目もろくに見えない状況ですになってしまいますから、ビジネスの世界ではそれはしっかりと進んでいっていただければ。で結局ヌーの群れがずーっと移動してる時に病弱なヌーっていうのが置いてかれるように、結局コンサルティングで講師と生徒という関係であろうとも、ゆくゆくは仲間になって一緒の群れで歩いていきましょうねっていう、まあ群れといってもニーチェの言う地区群ではなくって、一人一人が各々がラクダとして獅子として、地区群からラクダになり、ラクダから獅子になり、そして赤ん坊になるというあの流れですね。もしくは講師の何十にしてっていうあの話、論語ですね、論語の話の通りに進んでいくわけですから、各々が独立独歩プロのセラーとして進みながらも、お互い相互共有できること、相互利益のあること、お互いにとって有益なことであれば、その時はお互い刺激与え合う情報交換、情報共有をして生きていきましょうねっていう、そういう仲間ですよ。お団子じゃなくて一人一人が独立しているジャズですよ。ジャズを奏でたいのに楽器が下手だったらいつかはほっぽらかされてもしょうがないじゃないですか。だからそこは、でも元生徒だから私は一生なんか黒沢先生にいいようにしてもらえるって、そうは甘くはないですよね。だってそれは私が残酷な人間じゃなくて、尽力して尽力して尽力してサポートさせていただくんだけれども、やっぱりそれは独立独歩プロのセラーとして進んでいくっていう意思と、自分で進んでいく、考えて進んでいく、何でも聞かないっていう感覚を持ってる人だから、その後も関係が続くわけで、そうじゃなかったらバッサリですよね。まあ、バッサリって言うと言い過ぎかもしれないですけども、アフターフローサービスっていうのでサポートを延長サービスで受けることはできるんですよ。できるんだけれども、それをずっと繰り返してても結局私がいないとできない状況になってしまうと、それはなんでバッサリ行こうとするかっていうと、その人にとって良くないからっていう感覚があるので、私自身はやっぱりそこはしっかりとこういった動画を事前にお話しすることによって、独立独歩進んでいけるセラーじゃないと受け付けませんって言っとかないと、後からそんなこと聞いてないでしたなんて言われると困っちゃいますから、そういう意味でもこういった動画っていうのを出させていただいて、今回の締め、まあ出させていただいて、今回の動画はまあここで締めさせていただきたいなと思います。変わりたいんだったら変わんなきゃいけないわけですから、でも変わりたいって言ってる時は変わってないわけですから、抜本的に変えていかなきゃいけないですよね。自分の骨の髄から一回引っこ抜いて、新しいものを一から形成していくぐらいの感覚で進んでいける人じゃないと、やっぱり物販っていうのは、まあ、どのビジネスでもそうですけど、成功しないと思うんですよね。その部分っていうのを腹に落として、一緒にこれからも日進月歩、邁進精進していければなと思っております。最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢敦がお届けいたしました。では失礼いたします。